大月勇は毎日放送ラジオ局制作センターに所属するプロデューサーディレクター。1996年の入社から2010年6月の人事堂までアナウンサー。2010年7月から2017年6月まではラジオ営業部員として活動していた。ただしアナウンス職からの移動後もビッグムーン大月というマイクネームでテレビラジオ番組に随時出演している。 兵庫県神戸市の出身で、神戸市立五井の池小学校、神戸市立高取大中学校、兵庫県立磨友川岡高等学校、立命館大学産業社会学部を卒業。血液型は B 型で、高校時代には生徒会長を務めた。大学卒業後の1996年にアナウンサーとして毎日放送へ入社した。ちなみに、アナウンサー時代の後輩で、 現在もアナウンサーとして勤務する大吉洋平は高校の後輩にもあたる。毎日放送への入社後はテレビの報道、情報、バラエティ番組やラジオ番組に出演していた。入社当初からラジオパーソナリティを志望。入社1年目にはアドリブランドの企画を兼ねて MBS ラジオの特別番組ビッグムーンな夜だからでパーソナリティデビューを果たした。 MBS のアナウンサーで、原田信夫と最も仲が良い。過去には、朝やん、のぶりんの気分は、青春天気はです90分、おはようすんすん、原田信夫など、原田が司会、パーソナリティを務める番組に、たびたび登場した。その後も、大月が、パーソナリティやコーナー担当を務めるラジオ番組に、原田がたびたびゲストで出演していた。また、セア年、を含めて、 先輩アナウンサー、上泉雄一と番組で頻繁に共演。2008年12月5日に MBS ラジオで放送された、上泉雄一のファンファンレディオでは、タイトルを1回だけ、大月いのファンファンレディオに改めた上で、上泉の代理としてメインパーソナリティを担当した。プライベートでは、二度の結婚を経験。2008年12月には、 現在の妻が女児を出産したことによって、初めてパパになった。また、河田直也、山中誠、大谷智之などとともに、毎日放送社内のフットサルチームに所属。2007年9月には、島吉則作、演出の芝居、ピックポケット指先の向こうにある未来へ、出演した。2009年4月からは、こんちこんちゃんお昼ですよ。木曜日の、 関岡香織の朗読の時間でメインパーソナリティ、近藤光文や先輩アナウンサー、関岡と一緒に絵本を朗読することがあった。2009年10月からは、MBS ラジオの MBS 旅組とっておき旅ラジオ木曜日で、MBS ドット、アナ以来にシーズンぶりにナイターオフ番組のレギュラーパーソナリティを担当。MBS アナウンサー切手の旅好きと言われるだけあって、 旅先での多彩な経験談や旅行の手配のコツを随所で披露していた。また、生放送中の電話クイズ、クイズで旅するでは、ビッグムーン、大月の名でクイズを進行した。2010年6月末の人事異動で、ラジオ営業部に移ったことを機に、アナウンス職を離れる。アナウンサーとしての最後のラジオ出演は6月24日の、コンチハコンちゃんお昼ですよ。 最後のテレビ出演は7月3日の、セア年。しかし、移動直後の同年7月14日には、こんちはこんちゃんお昼ですよ。に、営業部の大月いさむとして出演。同年9月20日に MBS ラジオで放送された、MBS マンデースペシャルでも、移動前から柏木博之と担当してきた、シリーズ企画、僕らが大好きだった、TV 主題歌に登場した。 二千十点二零一一年度のナイターオフ期間には、現職のまま、MBS 旅組内のコーナー、ビッグムーン、大月のクイズで旅するに、進行役として出演。同コーナーや、テレビラジオでの告知 CM では、何話のラジオ営業マンビッグムーンと名乗っていた。その後も、営業部員として担当するスポンサー、番組の PR を目的に、上泉い一のええな、や、ウィズ、 夜は、ラジオと決めてますなどの生アイド番組へ不定期で出演。何話のシャカリキラジオ営業マンという肩書きで、ラジオ CM やリスナートの交換ツアーに登場することもあった。2014年3月31日からは、ビッグムーン大月として、MBS テレビのテレビショッピング番組、星帯でプレゼンターを担当。週1回ペースの出演ながら、 アナウンス職を離れてから初めてテレビ番組にレギュラーで登場するようになった。2017年6月末の人事異動でラジオ局の制作センターへ配属。同年9月からは、小森やすのり朝から天小森や、噛めば噛むほど亀井望みです。の制作に携わっている。2018年にはプロデューサーを務める噛めば噛むほど亀井望みです。が、 日本民間放送連盟賞のラジオ製ワイド番組部門で優秀賞を受賞した。その一方で、シャカリキプレゼンター、ショッピングバイヤーと名打って、移動後も同局の番組やイベントにインフォマーシャル担当で随時登場。2018年4月から平日の深夜帯で放送を開始したアドリブラジオでは、シャカリキアドリブショッピングのプレゼンターをレギュラーで務める方たら、 パーソナリティとして全編に単独で出演することもある。いずれも MBS ラジオの番組でビッグムームを月として出演。以下の番組には毎日放送ラジオ営業部員時代から出演。2020年1月からは中立費保険の MBS ラジオ限定スポット CM にも出演。単独で告知するバージョンとアナウンサー時代の先輩である小森康則との やりとりで構成されるバージョンが放送されている。テレビラジオ番組の改編期には、新番組を紹介する特別番組でパーソナリティを務めることもあった。以下はいずれも MBS ラジオの番組。この他にも、ラジオショッピングに関連した特別番組へ随時出演している。いずれも MBS ラジオの生ワイド番組。ありがとうございます。